皆さんこんにちは。ここからは2020GDC アマークラススパ 100km レースファイナルということで、まもなくレースが始まっていきます。決勝レースは 100km レース、まあ、前回の鈴鹿よりかは 50km ほど距離が縮まっています。タイヤは、ウェットスパウェザーが降りましたので、インターミディートタイヤもしくはウェットタイヤになります。周回数は14周で争われます。GGC アマクラススパ 100km レース混走、まもなく始まっていきます。実況は私 RGT スペックでお送りしたいと思います。さあ今回も前回、開幕戦同様10台の出走となります。全車動きました。さあまずここからスターティングリッドを紹介していきましょう。まずポールポジションを獲得したのはカーナンバー23 R35 アスムのモチューローテク DTR。 2番手スタートは昭和っ家のカーナンバー35 TLJP GTR。 3番手スタートはマサレンの NNRSC430。4番手スタートはケノカの SC430 です。この4台がひしめき合う GT500 クラス、雨になるとどんな展開になるんでしょうか。スパウェザーが現在降っております。さあ GT300 クラス、まずポールポジションを獲得したのは前線と同じ鈴鹿、そしてスパもポールポジションスタート、シリタカーナンバー96 K-Tunes RCF です。2番手スタートはなんとなんとコバのカーナンバー50乃木坂 46R8。 今回はまさかまさかの参戦してから初優勝なるでしょうか。 NF レーシング初優勝に向けて頑張ってほしいです。3番手スタートは6号車アズールのビッシュ NSX。 前線ではちょっと結構風に見舞われました。しかし今回3番手スタート MR ミッドシップレイアウトの特性を生かして雨、頑張ってもらいたいところです。4番手スタート前線優勝の雪見カーナンバー9ガルフナックポルシェです。こちらもミッドシップレイアウトを生かして、上位狙ってほしい、そしてポイントを獲得してほしいところです。そして5番手スタート KR35、 こちらはちょっと予選をミスってしまった。フリープラクティスではねもっといいタイムを出せたので、決勝に期待です。カーナンバー51日向坂 46R8。 そして6番手スタートは前線3番手最終コーナーガスケットをしてしまいました。しかし今回はガス欠をしないように、ノーパワーならないようにしてほしい。せいでいです。上位狙ってほしいですね。食も GTR の優勝も見たいところです。さあこの全10台500 4台306台、全10台で争われます。そのこのスパ決戦ヨーロッパ次戦はですね、ニュルベルクリンク200キロという長丁場のレースになります。さあ水しぶきが上がります。今シーズン初めての雨、ヨーロッパに来て初めてのレースが雨、これはちょっと波乱の予感がします。
1周 7.004km レースの、4m のスパフランコルシャンサーキットです。ここのコースは名物オールージュ。オールージュは高さ5階のビルほど傾斜があります。それぐらい、まあ、実際に行ってみないとわからない、そんな傾斜があります。その坂をですね、このモンスターマシンたちは一気に駆け上がっていきます。さあ、まずはスタートが重要となってくる。全員、ウェイト宣言が出ましたので、ウェイトタイヤを装着して全員、レースをスタートするというところです。まずは GT500 クラスのスタート見ていきましょう。23号車を先頭にフロントロー GTR。 さあ、間もなくスタートが切られる。このコントロールラインからスタートが切られるのか。今スタート、 GT500 クラスが今スタートを切りました。1コーナーの飛び込みは23号車、2番手には32号車が上がるか。さあ、300クラス1列、縦1列のスタートになった。お、フォーメーションラップ1周目で入ってきた。セーデーが入ってきた。ちょっととコバが失敗した。あ、ドライブスルーだ、ドライブスルー。さあ、1周目に入ってきた。さあ、ちょっと GT500 はケノカが接触、壁と接触。しかしダメージ入っていないのでセーフティーカーありません。300クラスはどうでしょうか。3位、4位、5位に落ちてしまった。さあ、アズールとシリタ、こちらのトップ争い。 GT300 クラス、さあ GT500、 ああマサネンが、マサネンコースアウト。ケメルストレートアウトの試験員。さあ、昭和化が来た、昭和化が来た。危ない、危ない。さあ、それからこちら試験員、ああもう横滑りしているマシンたち。さあ、セーデーはドライブスルーをしました。ここでセーフティーカーが出ればセーデー逆転のチャンスが見えてきます。フォーメーションラップで入っていきました。さあ、マサネンと昭和化。さあ、昭和化とマサネンだ。マサネンが並ぶ。プーオン出口、並んだぞ、並んだぞ。さあ、ここからの S 字カーブ、中速の S 字カーブはどうだ。アウト側昭和か。当たりながら、当たりながら2台並んでいく、2台並んでいく。ここで昭和かが前に出る。おお、マサレン、ちょっと挙動を乱した。ああ、これで3番手交代マサレン。その後ろから TLJP のケノカが来た。ケノカは1つでもポジションを上げたいところ今回。さあ、ここで行く、ここで行く。いや、行かない。さあ、アマクラスの300クラス、こちらはですね、上位5台が、等間隔、そんな状況です。ビッシュ NSX、 危ない、横滑りしている。やはりちょっとこの雨では安定感があるのは R8 もしくはポルシェなんでしょうか。ちょっと NSX は厳しいですね。さあ、トップ速い GTR、 モチローテク GTR 優勝に向けて。SC430 ではちょっと今回苦戦を強いられている。おお、事故っている、事故っている。1コーナー出口。さあ、残り12周、昭和か、それからマサネン、その差は3秒2までこの1周で広がりました。さあ、シリタ、エルダ、この2番手争いですね、300クラス、コバと、でも一気に近づいた、近づいた、6号車と96号車、K チューズとビッシュ、その後ろから ANF の乃木坂、乃木坂46が来たぞ。その前には、その前では1番手争いです。6号車と96号車、これはブレーキング行き過ぎたか。クロスライン取っていく、当たった。
当たりながらアズールが当たりながらこの隙をコバが狙っていく。コバがどこに上がってくるのか。いや、ちょっと当たっている。アグレッシブに行く。ANA フレーシング。ああ、ここでアズールが前に出ました。トップ浮上。2番手交代しりた。しかし、アウトが膨らんでしまった。アズール。このトップ争いは4台、3台によるバトル。その後ろから雪見が来た。さあ、しりたがこのプーオンで狙っていく。当たりそう。怖い。今当たったんではないでしょうか。しかし、ああ、当たってしまった。プーオン出口に飛んだぞ、ビッシュ NSX。戻ってくる位置はどこだ。並んだ、サイドバイサイド。コバと並んだサイドバイサイド、一写真残しながら。ちょっとここはオーバーランか。その間に雪見のカルフナックポルシェが来た。さあ、ここからブランシュボン、高速コーナーに向かっていきます。さあ、加速はどっちの方があるか、カルフナックがいいか。さあ、並びかけた。ちょっと遠赤でふらついている。さあ、500クラス、画面を切り替えて500クラス。こちらは等間隔。2位、3位、4位が等間隔です。トップは逃げ切り体制、R3 をアスム。ラップペース、2分30秒のペースです。さあ、シリタとコバが並びかけるが、ここはいかない。さあ、アズールと雪見の争いが、こちらはどうか。先ほど並んでいました。その後ろが K も来た。さあ、せいで、ちょっとこれは、厳しい展開となりました。さあ、シリタ、コバ、それから、ちょっと離れて、アズール。さあ、まもなく、オーリュージュ、向かっていきます。この2台。トップ争いの2台です。2台が、オーリュージュを駆け上っていく。その先の試験員で仕留められるか、コバ。ANA フレーシング、乃木坂46R8。来た。これはちょっとシリタ失敗か。オーリュージュ失敗した。さあ、MR の特性を生かして、立ち上がりスピードが速い。さあ、コバは来た。並びかけた。しかし、パワー差があるのか。どうだ、サイドバイサイド。これはちょっとブレーキ行きすぎではない、ギリギリセーフ。さあ、3位からちょっと離れた。雪見とアズール。ドリフト。ここはギリギリこらえた。さあ、トップ争い GT300 クラス。残り11周です。ワンピットは必ず入らなくてはなりません。3番手争い、こちら ANA フレーシング同士、アジュールがコースアウト、そして、K もコースアウトです。プーオンコースアウト。ちょっとタイヤのグリップがなくなってしまったか。さあ、トップ2台は等間隔、3番手にはマサネンです。ちょっと今回は表彰台狙いですかね、これはね。マサレン、ケノカーもと順位を上げたいところですが、自身はね、ボーナスポイントなので、そこで頑張るのかなと思います。回っていたアズール。単独か。回ってしまった。これでセーデーの後ろ、6番手。さあ、それからバスストップ試験トップ争いだ。乃木坂と K チューンズ、リアを滑らせながら、タイヤじゃ大丈夫でしょうか。燃料はコバの方が残ってます。しかしコンマ8秒に差が広がりました。そして ANA フレーシングの2台が、ここは3番手争いになりました。アズールがピットインです。
ワンピットはしないといけません。あ、ドライブスルーだ。ドライブスルー選んだ。ドライブスルー。各車対応変えない。おーっと、アスムが。ここで交差を通。それから、マーセロも今交差を通していました。さあ、滑りながらの GT500 クラス。まだピットには誰も入りません。さあ300のトップ争い、コンマ5秒差。ブレーキデッキに近づいた。ブレーキデッキに近づいた。 TCS、 あー、トラクションコントロールつけてますね。あ、お、トムキャッターつけてない。コバはつけていません。さあちょっとまた離れましたね。2、3位が、500の2、3位が離れました。さあ、昭和かとまさねん、この2番手争いです。それからアスムはちょっと先ほどからミスもありますが、立て直していいペースでつなげています。しかしファーストストラップは昭和かなんですよね。2分29秒508。さあ、トップ争いです。 GT300 クラス、これバスストップでいきそうな感じですね。差が、さあもうぴったり張り付いた。コンマ3秒の差です。さあ、ブランシュに入ってって、ここでミスが、なー、ミスがあった。シリタ、しかしコースアウトしてブースト、止まれない、止まれない。立ち上がり、MR の特性を生かしたいところ。張り付いた、張り付いた、張り付いたぞ。来たー、ミッドシップレイアウト。ミッドシップレイアウトのR8。アウト側から来た、アウト側から、アウト側から50号車 NF レーシング来た。ここで、アウト側から被せていけない。面白いレースになっています。おー、オールジュ並んでいかない。オールジュはさすがに並んでいきません。50号車引きました。せっかくの上位ですからね。ここでクラッシュなどしてもちょっと悲しいですね。さあ、しかし、ケメルストレート、ケメルストレートでどうだ。アウト側から、またアウト側から来た。これは前に出たか。これは前に出た。これは前に出た。前に出ました。やっと前に出ました。大外刈り。ANF レーシングトップ。50号車。さあ、雪見。そうすると雪見。これ、ワン、ツー、スリーしてほしいですね。ANF レーシング。今マシンが暴れました。さあ、ちょっとシリタペースが上がらない。1秒をつけられました。さあ、雪見と K もちょっと離れました。はい、あー、刺さった。これは大きなミス。おっとっとっと、あー、なんと刺さってしまった。どこにいる、どこにいる。あ、行きましたかね。今ピットから出ました。4番手。あー、また張り付いてきました。ピット入る。ピット入った。ピット入りました。コバはピットインです。5周目。ピットに入っていきます。
タイヤ交換するか？あ、しないですね。やはりこちらもしない。雪見の後ろですか？これは雪見の後ろ、雪見の後ろで戻りました。さあ、昭和家とアスムが近いですね。5秒1。これ何かあったんでしょう。さあ、3番手争い SC430 同士です。ケノカとマサネンのタイヤほぼほぼ同じかなと。あ、タイヤ交換したんだ。しました。タイヤ交換、ニュータイヤの、あー、滑った。プーオンだ。プーオン滑ってしまった。これで試験員あっさり抜いていく。マサネン NNR 抜いていきました。マサネンが抜いていく。これでピット分取り戻した形ですね。さあ、そうするとこのアスム、それからこの日産勢が入るかどうかです。入らない、まだ入らないです。この GTR 入る。35号車入りました。さあ、慎重にピットロードに入っていきます。さあ、シリタ危ない。雪見が今近づきました。あれ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 、ちょっと今何がありました？おーっと、これは危ない。危なかった。おー、プーオンでも危なかったですね。あれ、またまさね。さあ、どうしたんでしょう、これは。ああ、ちょっとコースアウトがあったんですね。さあ、ケノカピットインです。さあ、その後ろ、シリタの後ろではテールトゥーノーズですね。 ANF レーシング同士。さあ、K チューンズピットイン、そして雪見をピットイン。これでリーダーに躍り出るのは、300リーダー躍り出るのはコバです。コバがトップ。これせいで結構いいところ来るんじゃないですか。ああ、これせいでいいところに行きますね。これ結構上行きますよ。ああ、これ K チューンズの後ろか。雪見の前で戻りました。雪見の前、さあ、せいでちょっとシートとの差厳しいか。2秒後。さあ、昭和感が入ったということで、アスムですね。あとはアスムがピットに入っていません。約21秒ほどですので、あれ、これはワンチャン抜かされちゃうかもしれません。さあ、モチュロール GTR。 さあ、ピット入るか。ピット入ります。8周目。おーっとっと、やってしまった、やってしまった。なんとなんと、いいタイミングで入ったのはアスム。さあ、セーフティーカーが入ります。ああ、もうこの時点でもクラッシュしていました。おそらく混走にはならないですね。さあ、セーフティーカー、中盤になってセーフティーカーが入りました。
さあ、セーフティーカーが入りました。これは R3 号は進む。500クラスは結構面白い展開になりそうです。300クラスはギュッと差が縮まります。ちょっとね、セーデーのエンジンダメージでセーフティーカーを入れさせていただきます。さあ残り8周ですね。あ、残り7周あ、6周ですね。6周セーフティーカーランです。これは次の週ですかね。これ次の週になるかもしれません。さあまず隊列が、これで、300クラスもギュッと差が縮まるわけですので、超スプリントカップとなります。列が整ってますか。300はあと1周ですね。さあここでちょっとタイヤなどを見ていきましょう。ああ、そうだ、タイヤ変えたんですね。これはアスム有利かもしれません。2番手のこの昭和化はちょっと垂れたタイヤですから微妙です。シリタもタイヤ変えましたからね。雪見もThank you.
熱心インディスラップが出されるかと思います。セーフティーカーインスラップが出せましたので、この週からリスタート可能です。残り5周の超スプリントカップです。10台がひしめき合うこのアマクラス、セーフティーカーインスラップ最終コーナー手前からセーフティーカーラインが引かれております。タイヤ冷えちゃいますからね、タイヤちゃんと温めて、まずはスムから。さあどこからアクセルを踏むでしょうか。さあ隊列が一列になりました。さあどこから行きますか。さあここからか。今リスタート、リスタート開けられていきます。ザンビアクラスもリスタート。さあまず1コーナーは進む2番手昭和か3番手、ザンビアクもそろ何変わらない、5番手が入れ替わる、5番手入れ替わった、 K が前に出る。さあ500クラスはトップ2が早くも逃げ出しました。ちょっと差が遠いですね。これではちょっとスリップは効きません。マサネンもそれに食らいついている。ウェイト 5%、 そしてトムキャップ、それからシリタ、このドッパー争い。さあ3番手争い、 DT300 クラスが並んでいる。ユキミとアズールが並んでいる。並んだままサイドバイサイドで、この試験に入っていきますが、ここはアズールオーバーランだ。アズールがオーバーランで、ユキミもそれを狙って、おー、ドリフトちょっと今カウンターを当てましたが、なんとかこらえた3番手。ああ、昭和か危ない。危なかったです。今、テールスライドしました。さあ、R35 アスムがいいですね。プーオン。しかし、レースファステストは、昭和かが持っています。2分29秒台です。29秒508。ちょっとコバもきついですね、タイヤね。さあ、これはファイナルラップ勝負になりそうです、300クラス。おー、危ない。3番手争い、アズールと、ユキミ。ダブル表彰台狙っていきたい。さあ、それから K も来てますからね。ちょっと今、危なかった。セーデーはこのままだとノーポイント。500クラスは23号車がトップ。このままだとランキングトップは23号車になります。並ぶ GT300 のトップ争い、並ぶ。コバが行く。あー、コバがオーバーランだ。これは譲りました。シリタがなんとトップ。あー、もうタイヤがズリズリだ。あの時変えればよかったと今内心思ってるんではないでしょうか。もう1秒後の差がついてしまいました。やはりタイヤの差がありますか。
あ、K がピットイン。してなかったのかな。さあ、3番手争い。雪見とアズール。アウト側から、6号車の NSX。右側から雪見の9号車。努力がかかるのはこれは大外刈りの。アズール、しかし、ポルシェが行く。並んだままオールジュに行くのか。いやー、ここは引く。NSX、ここは引いていきます。あー、オールジュコースアウト。今、アンダーステアが出ました。オールジュでコース、コースアウト。さあ、1秒3の差です。ちょっとこれは厳しいですね、ここはね。2位で終えればいいですけれどもね。さあ、これのまま終わると、シリタがランキングトップに躍り出ます。さあ、GT500 クラス、アスムが2秒1の差をつけていましょう、輪っかに。さあ、GTR 同士、TLJP も優勝が欲しいです。1秒7の差になってまいりました。これはちょっとタイヤが苦しいですかね。モチュール危ない。今リアが流れた。さあ、シリタとコバの差が1秒また切ってきました。シリタ FR ですからね。さあ、 K がドリフトしながら J で追いかけ回しています。この5番手争い、ポイント圏内、圏外の争いです。おお、トップ争い、入れ替わった、昭和か構えてる。昭和か構えだ。GTR 同士の一騎打ち。どうだ、オールジュでどうなるか。さあ、トップ争い、GT5 クラス。何かミスったんでしょう、アスム。さあ、オールジュ駆け上っていく。モチュールちょっと失敗したか。しかし、慌てるスライド。さあ、スリップ圏内。雨の中、この2台のバトル、GTR 同士、スリップが効いている、雨の日なのにスリップが効いている、ブレーキング勝負、TLJP 止まった、これは TLJP が前、35号車初めてリードラップ、あー危ない、今テールが流れた、ここでやり合ってくれればマスレンが来る、あーインガーを刺してきた、モチュール、いやー、そのクロスラインを狙っていく昭和か、当たりながらドリフトしながら、モチュールと昭和か、一騎打ち、この GTR 同士、さあ、この次はプーオンだ、プーオン、並んでいくのか、プーオンに並んでいくのか、残り2周、いやー、テールというノーズ、もうマシンとマシンが触れ合うぐらいの差です。コンマ2秒。マサネンはこの間に追いついていきたい。あー、しかしちょっとこれアスムがちょっとリードしました。さあ、300クラスは2位3位、ダブル表彰台です。このままだと NF レーシング。お、セーデーが前に出る。セーデーが4番手に上がる。ビッシュ NSX どうしたんでしょうか。さあ、その後ろから剣を切りました。51号車日向坂 46R8。 さあ、トップ争い、 GT500 クラス、これは入れ替わっている。ああ、コースアウトがありました。ここで昭和が前に出る。しかしバスストップまた失敗したのか。どうか、差はどうだ。1秒3の差、昭和か、やってしまった、アスム。最後、ミスってしまった。あー、K がクラッシュ。K がスピンアウト。これでちょっと表彰台は難しくなりました。あー、回っている。
さあ300クラスのトップ争い、コバ、それからシリタの差は1秒4の差。残り 2ラップ、2ラップです。2ラップになります。1秒切ってきた。さあ500クラスはなんと小悪化、逆転の優勝なるでしょうか。いやー、白熱しています、今回のアマクラス。しかもクリーンですからね、バトルがね。はい、アグレッシブに攻めているドライバーたち。96号車それから50号車、アマクラスのこの一騎打ち、ANF、それからこの K-Tunes、この一騎打ちとなっています。今回も雪見が優勝すると2連勝3番手につけています、雪見。しかしそれを阻止したいのはシリタ、それからコバも初優勝、参戦初めてからの初優勝、第2戦から。まあチャンピオン争い、まあここで上位に行くためにはここで上位1位を取ること重要ですね。しかし1秒に離れてしまった、差が離れてしまいました。残り2周、1周半。危なかった。さあ2番手争いですね、1秒3の差です。R35 アスムとマサネンの車、1秒4の差。小ワッカーは逃げています。小ワッカー35号車は逃げている、アグレッシブに逃げております。しかしちょっと SC430 厳しいですね。さあアスムとマサネンだ、この2台面白い展開です。ファイナルラップに入っていく、トップファイナルラップ。300クラス、当てるトゥノーズ、当てるトゥノーズだ。さあ、K チューンズ、それからコバ、それから、今、芝刈り気になってしまった。芝刈り気になってしまった K チューンズ。ここでトップがコバになる。ここでコバがトップになる。その後ろから ANF レーシング、雪見が来た。これは阻止したい。シリタ。シリタが阻止したい。シリタは阻止したい。さあこの3台水の萌えのファイナルラップ、ああちょっと焦っている、気持ちが焦っているコバ。さあ最終試験ミスター、回った、回ってしまった雪見、優勝争い脱落。おセーデーが来た、ここ3番手争いがセーデーと雪見の争いになりました。さあトップ争いはコバ、さあどうか。500の2番手争いも1秒切ってきた、今ミスがありました、 R35 アスム。さあコンマ6秒の差、しかしウェイトが効いているマサネン、これ以上は近づけない。さあトムキャッツが逃げる、トムキャッツが逃げる、コバが逃げる、3番手に上がった、いや3番手キープか、雪見キープ、雪見3番手キープ、4番手にせいでもう1個ポジション上げたいところ。さあどうだ、昭和か、残りコーナー数はあとどうでしょうか。残り6つ、残りコーナー6つです。今ちょっと数えました、マサネンちょっと離れましたね、危ない、マシンがふらつく。さあ小悪化、残りコーナー数3つ、あと2つ、優勝へのカウントダウンか。バスストップ試験あと1つ残すのみ、残り1つクリアして最終コーナー立ち上がってきた。 TLJP 今シーズン第2戦スパ 100km レース優勝、昭和カーが2番、1番手フィニッシュです。2番手に R35 アスム23号車。3番手にマサネン。300クラスのトップ争い。さあ、ファイナルラップ勝負。ファイナルラップ勝負だ。
さあ、ディアがもう震えている、震えている。コバがもうドリフト状態だ。並んだか、並んだか、並んだか、サイドバイサイド。サイドバイサイド。なんとファイナルラップにドラマが乗っているか。その後ろはちょっと、バトル、7位ですね。ちょっと開けています。感覚が開けています。さあ、4番手、ケノカ。さあ、3秒クラス。どっちが前、あー、2台コースアウト。2台でコースアウト。ファイナルラップ。ファイナルラップ。シリタとコバと、さあ、ファイナルラップ勝負。おー、もう、おー、当たりながら、当たりながら。どっちが前に出る、どっちが前に出る。あー、失敗してしまった。コバ終了。あー、これでシリタ優勝。96号車。シリタが最後の大接戦を制しました。コバは2番手フィニッシュ。コバは2番手フィニッシュ、3番手フィニッシュ、君。2位、3位が NF レーシングダブル表彰台。4番手にせいで、フォーメーションラップ後のピットイン成功か。さあ、アズールやってきます、5番手。いやー、今回も面白かったです。さあ、アズール、5番手、ここまでがポイント圏内。あー、惜しくもポイント圏外、0ポイントで終わってしまった K 選手。NF レーシング。しかし、次は、0キロですからね。頑張ってほしいです。51号車、日向坂 46R8 です。いやー。面白いレース見させていただきました。さあ、500クラスは昭和か。300クラスはシリタが優勝をしました。さあ、優勝。昭和か、おめでとうございます。そして300クラスは、シリタ、最後の最後のバトルを制しました。おめでとうございます。さあ、これで、第2戦終了となります、アマクラス。次回はですね、プロクラス、もっとハイレベルなバトルが見られると思います。さあ、皆さんご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。